Macy's released information.時間の使い方だ。私もソロキャンプやってみたいな。テレビアニメゆるキャンシーズン2、2021年1月より放送スタート。ゆるキャンシーズン2ブルーレイ&DVD が発売決定。いろいろな特典がつきます。イチオシです。第1巻は3月24日発売。フリュー ゆるキャンシーズン2オープニングテーマ、まさかシーズダデー発売中。ただいまゆっくりお休み、少し寂しくて暖かい旅の終わり。 Original comic total sales are over 450,000 inkers ebook. A comic born from Twitter.ヤトガメちゃん観察日記。 TV アニメ3rd season is now on air. 山崎大輝 who spent his childhood in Nagoya sings the third theme song with his passionate heart. All for Nagoya. It's so exciting, 大輝さん。まだあのね、あの皆さんに会いづらい状況が続いてますけども、まあいろいろ企画しております。もちろん、オンラインでの、イベントであったりとか、あと、まあ、リアルでね、会えるイベントも、あの、状況を見つつ、考えていきたいと思っております。ミュージカル、スリルミー、4月1日から、公演させていただきます。そちらの方もぜひともよろしくお願いします。そして、この3月3日に発売される、雑草魂、なめんねを、サードシングル、大輝、よろしくお願いいたします。名古屋ええとこ観光地手帳、ヤトガメちゃん観察日記コミックス第10巻発売決定だがね。特装版ブルーレイにはアニメヤトガメちゃん観察日記3冊目をドドーンと全話収録。全話エボ知れせんかった。本当に全話ついてくる。タピオカもパンケーキも全部見られる。それ関係ないよね。この大盤振る舞いこそうちらの懐の広さを象徴するでよ。おい、そういうことあんまり大きい声で言うなよ。ザ！アピールポイントだがね。だってダサいって言われるんやわ。アルティメットノンエボダサくにゃ。そんなだからいつまでたっても茶色いご飯から離れられないんだ。かわいそう。ねえモナカちゃん、名古屋なんか出て東京行こう。名古屋はええとこだがね。ヤトガメちゃん観察日記第10巻5月27日発売。ついに私も憧れのあれをやる時が。せーの、それはうちの仕事だがね。せーの、一人者。やりたかったのに。もう一回やれば。カイト兄様、せーの、一人者。ヒロインはうちだがね。 It's became huge topic. TV アニメ日暮らしの泣く頃に GO When They CryNew winning team arrived. The new song, 月属性 Entropy, is written by Shikura Chiyomaru and sung by Ayane, same as previous song. Profound and chaos, an integrity message. Please accept it. Here's a comment from Ayane-san. 皆さん、こんにちは。アニソンシンガーの Ayane です。この度、2月の6日、不規則性エントロピーが発売されます。この楽曲は現在放送中のテレビアニメ日暮らしの泣く頃に GO 新エンディングテーマということになっております。今回の楽曲は今までになくとっても難しく心の感情を揺さぶられる、そんな一曲に仕上がりました。嘘で誰かを傷つけたり、嘘で誰かを守ったり、そういったメッセージが込められていますので、ぜひその部分にも注目して聴いてもらえたら嬉しいです。そして今回のシングルには
パチンコピン日暮らしの泣く頃に巡りに収録されていて、ひぐみサウンドチームのプロデュースによるレゾナントフラグメンツという楽曲も収録されています。こちらの楽曲はテンポ感のある楽曲でライブ感のある一曲に仕上がっております。そしてさらに千倉千代丸さん作曲、あやめが作詞を担当させていただいた革命のモノローグという楽曲も収録されております。実は千倉さんの楽曲に歌詞をつけるのは私が初めてだったりしますので、ぜひこちらの楽曲も注目してチェックしていただけたら嬉しいです。ということで、あやねのニューシングル2月の6日不規則性エントロピー発売です。皆さんよろしくお願いします。テレビアニメ日暮らしの泣く頃に GO 好評放送中。熱い部活の記録が映像になるぞ。嘘だ。嘘じゃねえって。しかもリカちゃんのお人形もついてくるんだってよ。はぁ、かいよ。お持ち帰り。Next Generation 声優アイドルトレーニングプロジェクト from Stand Up Records Fury Monster. Finally, their first album will be released. In addition to their old singles,Two more new songs and their solo live team song will miraculously become sound source. Includes current members' singing voice, shiny and steady, proper idols album. Let's take a look at the members' comment. 皆さんこんにちは。私たちピュアリーモンスターです。ピュアリーモンスターとはモンスター級のピュアを武器に声優としてもアイドルとしても頑張るそんなユニットです。それではじゃあ自己紹介をしたいと思います。はい、ゆいぽんこと中島ゆいです。れいなこと安藤れいなです。えりきんこと富澤愛です。ということで、この度ピュアリーモンスターファーストアルバムピュアピュアピュアを2021年2月24日に発売いたします。今回はですね、今までのシングル曲はもちろん新曲が2曲、そして今までライブでしか、ね、披露してなかった楽曲も収録して全16曲となっている、すごくすごく豪華なアルバムになっております。はい、そして途中から入ったメンバー吉崎美優ちゃんと私安藤玲奈も、参加していなかった楽曲にね、新たに参加させていただくことになりました。イエーイ。はい、現メンバー7人の集大成、ぜひお聴きください。以上、ピュアリーモンスターでした。バイバーイ。ウェーブサーフィンやっべ。